勉強法とか勉強計画の立て方とかは勉強のペースもそうなんですけどこういったものってベストアンサーってないと思ってるんですよね例えばもうこれをやれば絶対みんなが成績上がるぜとか成果が出るぜってものが決まってたらもうこんな動画も必要ないわけですよみんな同じこと喋ればいいのででもいろんな方がいろんな成功体験を話してらっしゃるつまりベストアンサーが1個に決まらないっていうのがすごく面白いなって最近改めて思ったんですよねなでんでかっていうと今数学とかその英語 以外の勉強を久々にもやってるんですよそうちょっと資格絡みなんですけどやっててで自分なりに、まあ、こういう勉強だからこういうペース配分でやっていこうみたいなすごいアレンジをしてチャレンジをしてるんですよいろんなことをやって。面白くって あこうやると成果が出にくいんだとかあこうやると成果出やすいんだって今の自分にとってはってだから改めてやっぱベストアンサーがない分いろんなやり方とかいろんな選択肢っていうのをみんなに持っていてもらうってことがすごく大事だなと思ったんですよね自分も学生時代って勉強はこうやるものみたいなもう一個しか持ってなかったんですよ SNS もなかったから情報入ってこないからねでも今こういう時代なので、まあ、みんながこの動画見てもらってあそういう計画の立て方もあるんだっていう気づきをね得てほしいなと思います ますんで今日はねこの後ホワイトボードを使って説明していきますんでぜひ最後までお付き合いください。いぶつけたら。<music> 改めましてどうもハイチです。さあ夏休みが明けまして久々のフルの1週間が始まった方も多いかと思います。 いや、気落ちするよね。<laughs> あと、あと4日もあんのかいって。ただ、2週間経ったら連続3連休やってくるから、まあ、それをちょっとね、楽しみにせず頑張っていきましょう。で、学校も始まったので、その中で今回は勉強のペースです。ペースについて説明していきます。で、2つ、型があるんですよね。で、ちなみに私は中学校時代はこっちしか知らなかったんですよ。で、高校の時にこっちと出会って、あ、そっか、 で、どっちがいいとかじゃないんですよね。その科目によってとか、自分のま性格によって、使い分けることができるようになってから、やっぱ成績が伸びた人間なので、結構自分も学校、10講師やってる時に、うちの生徒に話すとさ、やっぱこっちなんよね、みんな。1日完結型しか知らないんですよ。でも、セット型があるっていう。 で、それをうまく使っていくと、もしかしたら、今ね、見ていただいている皆さんの中でも勉強法がより良いものになっていくかなと思うので、ちょっとね、お付き合ってください。で、一日完結型って何かっていうと、これはもうシンプル。だって一日で完結する。これはね、みんながよく使っている契約の立て方で、今日9月5日ですね、月曜、一週間分書きましたと。で例えば、英単語、一つね、で、外部英単語頑張っていこうって思う子がいたら、じゃあここで、30個。次のページの30個。 30個みたいな。まあ、こんなんで立てる子は結構多いですよね。1日30個ずつ。で、何度も言うんですけど、これが悪いって話じゃないんですよ。これしか持ってないことが問題って話。だそれを前提に聞いて。で、もちろんこれでもやっていけるんですが、私はですね、これちょっとね、崩れるんですよ。これでやっちゃうと。だって、人間だからさ、 その日のよって、その学校で起こったこととかによってさ、めちゃくちゃ嫌なことがあった時に、昨日みたいに頑張れない時あるじゃないですか。なんか今日は疲れてるってあるじゃないですか。特にこの水曜とかね、木曜このあたり出てきますよね、疲れが。だから、うまくこういかない。そういう時にどう使うかっていうと、セット型。セットで考えるんです。例えば、3日セット。こっから、ここまでかな。3日で、 100単語しようみたいな。こういったペース配分、契約の立て方っていうのでもいいんです。え、そんなん知ってますけどっていう方がいたら、ここで動画をと止めても大丈夫です。まあ、こういった話がしたい。で、本当に知ってる人にとってはそんな当たり前だし、基礎って思う方もいるんですけど、意外と知らない方が多い。 で、最初にも言ったように、これは全部の科目でこっちそ、自己、えっと、1日完結型にしようとか、全部のね、科目でセット型にしようっていう話じゃない。例えば、俺だったら、A 単語はどっちかというと、こっちの方が合ってます、私は。で、これもね、これも、じゃあ、3日で100にするとさ、例えば、まあ3日目があるから、1日目と2日目サボっちゃっていいやっていう方もいるんですよ。そういうタイプの。例えば、夏休みの宿では最後にまとめて、みたいなね、方は。 で、そうしちゃうともちろんできないよね。1日で100できんだったらこっちできるだろって話なんだから。だからそこも3日で100って風に考えてるんだけど、そのためには1日だいたい、まあ我は三33ぐらいじゃん。まあ33とはしないけど、だいたいちょっと上乗せで40とかにして、 フェーズ配分ででやっていくんですよなぜかっていうと、40単語やっても全部マスターできないんだよね。次の日経っちゃうとさ、この40だったものが40分の25とかに減っちゃうんだよ。記憶、人間は落ちるから、記憶は定着しないからすぐに。 なので、落ちた分をカバーするっていうことが必要なので、100って決めたら、ちょっとハイペースで前にね、やっていく必要があるんだけど、でもさっきも言ったみたいに、学校とか、例えばね、親からなんか嫌なことが言われたとか、今日は勉強の気が乗らねえとか、いろいろあった時に、アクシデントがあった時に調整がしやすい。それを。だから、今100ってしたけど、こんなオーバーペースにしなくてもいいんだよ。みんなの学年とかみんなの現状にして、3日間で30とかでもいいわけ、それでも。全然構わない。周りと比べることじゃないから、ペース配分は。 でも、こうやって、一日ごとで、ちゃんときっちりやんなきゃいけないんだって、それ以外の立て方があるって、計画にはね。それはまず知っておいてほしい。これ、一日完結型がなんで俺向かないかっていうと、もともと俺が気分屋っていうところ。その落ち込みやすい。周りの影響を受けやすい。だから、この日は30できたけど、ここでできなかったってことが発生する。で、俺の性格のもう一個厄介なところは、完璧主義なのよ。これも自覚してる。 学生の時から。で、これ、みんながね、見てくれてるみんなの中で、完璧主義だってちょっと思ってる。自覚がある方は分かると思うんだけど、そういう方ってさ、一日崩れるとやる気なくならないあ、もういいや。無理みたいな。え、なるんだよ。これ、俺すごいこのタイプだった。だから、こういう風にしたの。言うよ。ここで罰になったとしても、ここでちゃんと取り戻せば。こうなればさ、3日間で、ここは罰だったけど、ここで OK じゃんっていう風にしてたのよね。 そう。ただ、数学。俺も数学が一番好きで、数学が得点源だったから、数学のワークの進むペースに関しては絶対こっちにしてたの。なぜかっていうと、一番踏ん張んなきゃいけないとこだったし、まあ、好きな科目だからさ、勉強するの苦じゃなかったから、だから、絶対一日で決めた分を達成していくぞって、いうふうにはしてた。だから、科目とか、自分の性格とかをね、えっと、加味した上で決めていく。 必要があるんですが、ぜひ、この1日完結型と、こうやってセット型セットで、まあ今3日で例えたけど、これが2日でもいいし、4日でも1週間でもいい。ただから、長すぎるとね、さっきの、まあ前半1日とか7日間さ、あるじゃん。あったとするじゃん。ちょっとやりがちなんだよね。まあ1日、あと5日あるし、みたいなことが起こるから、個人的には3日。まあ2日は少ない。まあ3日がベストかな。俺の中では。って思ってます。 で、今、最初にね、俺、資格の勉強今してるって話をしたんですけど、その資格の勉強さ、そんなめちゃくちゃ難しい資格ではないので、その参考書というか、なんか問題集みたいなのが送られてくるんですよ。その、まあ、買ってね、やってるんですけど、で、一冊目今やっとって、で、これが結構薄いのよ。ページ数的には。多分そんなにない。40ページか50ページ。いや、嘘、もっとあったわ。80ページぐらいだった。80ページぐらいあるんだけど、これ、どうやってやったかっていうと、その1、1個1個の単元を完璧にしてから進む。諦めたのよね。 80ページを2つに分けたの。40、40。つまり前半と後半に分けて。で、この3日間で前半40完璧にしようと思ったのよ。だから、1日目、もう定着してるとか無視して、ひマスず全部やったもん。40ページ分。全部やって、で、2日目もう1回40ページあって、3日目も40ページあるみたいな。こういうペースでやってった。つまり、3日間セットで前半部分をある程度カバーできればいいかなっていう。 発想で今進んでってる。で、これが合ってる。今。俺のこの資格の勉強においては、こっちよりもこっちだな、みたいな。だそれは、みんなの科目と、何度も言うけどね。みんなのやってる科目とか、みんなの性格とか、みんなの状態とか。それは、自分で決めることだから。自分のことは、自分が一番わかるから。だから、そこの部分を加味してやってください。で、最後一つだけ。えっ、ー、と、計画を立てるとき、今回の、えっ、ー、と、メインテーマとは外れるんですけど、一週間あったら、基本的に一日。俺は個人的に日曜がいいと思ってるんだけど、 日曜これを計画に入れちゃダメです最初から抜く白紙にしといてください白紙。で、これ何かっていうと、まあ、これさ、いろいろ動画でずっと言ってるから、あの、知ってる方はもう、するしね。これ、調整ビットル呼んでるんですけど、調整しますなぜかっていうと、計画は崩れるものです基本的に。これ前提に置いおきな ケーキ崩れてみんな崩れてるって。思ってれば、完璧主義の方も、まあちょっと自分を許してやるかって言って取り戻せるから。一番良くないのは、崩れた時にやる気がなくなることだから、俺みたいな。それが一番良くない。だから崩れるもの。で、その、いろんなことがあって崩れちゃった。つまり、ここのペースが達成できなかったものを、ここで調整するの。うまくいかなかった分とか、 やって、まあ、今、英単語だったらそんな怒んないけど、問題集とかだったらさ、できなかった問題の復習必要じゃん。反復の。そういった予想、計画を立てるときには、想像できなかったものっていうのをここでやっていくの。調整日で。で、最初1日でやってほしいんだけど、もしうまくいかなかったら2日でいいです。土日とか。あと、もしくは日曜と、えっと、水曜。この辺。間にやると、月、火でずれた分を水曜で調整。 木金道でずれた分を日曜で調整みたいなことができます。自分がうまく計画をね、使いこなせてないなと思う方は、この調整日は絶対やってください。やってみると結構革命が起こる。で、この調整日含めてうまくいける。自分の、えっと、計画がうまく回るようになってくると、自分はこういう計画を立てるとちゃんとできるんだっていう自信もつくし、実績が生まれるからそこからどんどんアレンジができる。自分の中で。 調整日減らすこともできるかもしんないし、そのね、ペース配分も一日完結なのかセットかっていう、そこの、えっ、ー、と、区別というか、使い分けもね、できていきますので、 ぜひ、まあ、ひとまずちょっとね、最後はおまけになっちゃったんだけど、この一日完結型とセット型っていうのが、勉強をやる、契約を立てる上で、ペースをね、掴んでいく上でありますので、ぜひこの選択肢を持った上で、このね、二学期、まあ、まだね、前期の方もいるかもしれないけども、夏休み明けの勉強、頑張っていってもらえたらと思います。はい、ということで、今回もね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また来週の月曜日に何かね、喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、 それでは、今週一週間もお互い頑張っていきましょうそれじゃあ、またねバイ頑張ろう